こんにちは、みなみです。皆さん、朝食はきちんと食べていますか？朝食は元気に一日を過ごす上でなくてはならないもの。朝きちんと栄養を摂取することで頭と体のスイッチを入れることができます。でも、ただ好きなものを食べていればいいわけではないんです。朝ごはんは一日のエネルギーのもと、体にとってとても大事な食事です。ということは、朝ごはんに何を食べるかは人間の体に大きな影響を与えるのです。今回は朝食では避けた方がいい食べ物を紹介していきます。パン。パンを朝食に食べてはいけないなんて、ほとんどの皆さんが思いもよらないと思います。でも実は、パンは朝食どころか、そもそもあまり体に良い食べ物ではないのです。その原因はトランス脂肪酸。名前は聞いたことがある方も多いでしょう。パン、ケーキなどの洋菓子、マーガリンやショートニングなどに多く含まれているこのトランス脂肪酸。脂肪酸を含む脂質は本来三大栄養素の一つであり、日々の活動に欠かせないものですが、トランス脂肪酸は違います。農林水産省によると、人間の1日の総エネルギー摂取量に対して、トランス脂肪酸の摂取量は 1% 未満でなければ健康に悪影響が及ぶと発表しています。さらに、昨年の研究結果によると、トランス脂肪酸は栄養学的に摂取の必要性がなく、むしろ体に悪影響を及ぼすとされています。食パンや菓子パンは美味しいので、ついつい朝ごはんだけでなく毎食食べてしまいがちですが、実はあまり体にいい食べ物ではないんですね。ただ、マーガリンやショートニングを含まず、バターを使用したパンであれば問題ありません。コンビニおにぎり。前日に買っておいたコンビニおにぎりを朝ごはんにしている方、たくさんいらっしゃると思います。しかし、実はコンビニおにぎりはとても体に悪い食べ物なんです。その理由は食品添加物。おにぎりに限らず、コンビニで売られているお弁当やお惣菜にはたくさんの食品添加物が含まれています。成分表の中のアミノ酸、 pH 調整剤、増粘剤などの表記はすべて食品添加物。この他に着色料や酒精、合成甘味料などさまざまな成分が添加されているのです。例えば、シーチキンマヨネーズって普通に手作りのお弁当に入っていたら、絶対その日のうちに食べないと腐ってしまいますよね。それがコンビニおにぎりだと何日も日持ちがする。ということは、それだけ不自然な成分が入っているということです。便利で美味しい、バリエーションも豊富なコンビニおにぎり。でも食べ過ぎは NG。 しっかりと成分を見極めなくてはなりません。シリアル食品。体に良さそう。牛乳をかけるだけで食べられる、甘くて美味しい、見た目がおしゃれ。最近流行りのグラノーラやシリアルを朝食に食べているという方も多いでしょう。ちなみに、そもそもシリアルとはトウモロコシや麦などの穀物の総称。一方で、グラノーラとは麦や玄米、トウモロコシなどの穀物加工品にナッツやドライフルーツを混ぜて、砂糖や蜂蜜、油と混ぜて焼いたもの。つまり、グラノーラもシリアルの一種なんです。さて、シリアルと一口に言ってもその種類は膨大。実はここに大きな落とし穴があります。皆さんはどういう基準でシリアルを選んでいますか？一見健康食品に見えるシリアルですが、成分表を見ると、なんと多くの商品に大量の人工甘味料と食品添加物が含まれているのです。特に最近流行りのゼロカロリーや糖質ゼロなどの宣伝文句がパッケージにある商品は、砂糖を含まない代わりに人工甘味料や添加物が含まれていることが多いです。もちろん、すべてのシリアル食品がダメなわけではありませんが、買うときには成分表をしっかりチェックしましょう。いかがでしたか？パンもダメ、コンビニおにぎりもダメ、
シリアルもダメ。じゃあ一体何を食べればいいの？答えはズバリ和食です。白米と野菜や海藻、豆腐などの味噌汁、海苔、納豆、生卵、焼き魚などの和風のおかず。和食ならではのメニューは栄養豊富で体にいいものばかり。朝は何かと忙しいですが、体にいいもので一日のスタートを切り、元気な一日を過ごしていきたいですね。ご視聴ありがとうございました。ご登録よろしくお願いします。